はい、皆さんこんにちは、吉田さんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらですね、バシン。これはですね、なんかアニメですよね。これ、評価っていうんですかね、ウェハースさ、わからないに買ってしまいましたね。でもなんかすごい絵が綺麗ですよね。さあ、どんなアニメなんでしょう、どんな話なんでしょう、全くわかりません。全くわかんないですけどね。買ってしまいました。これはね、私の大好きな、ファミリーマートさんでも売っているんですけど、これはですね、あそこで買いました。スーパーで買いましたね。100円でございましたね。いただいてみたいと思います。このアニメが全くわかんないのに、出ました。バン。少し茶を飲むだけの時間をもらえないかな。一体何のことか全く分かんないですね。まあ、勝手に推測してみましょうか。学生がいます。桜、おそらくは、新入生、卒業生か新入生かって感じですけど、まあ卒業生だとすると話終わっちゃうっていう雰囲気があるので、まあ新入生かなという。で、高校生か中学生か、中学生かな、わからんけど、ですよね。ちはんだえる福部さとし、伊原まやかとかあります。登場人物でしょうね。おそらくこの4人がまあメインのキャラクターなのかなというふうに思います。そしてさらに言うと、この中央の男の人、女の人が、さらにメインのねキャラかななんていうふうに思いますよね。おそらくこの下のこの2人がこの2人ですよね、多分ね。で、この4人はこの4人ですよね、多分。まあこの4人のお話なんでしょうね。で、この絵を見る限りは魔法とか使ってませんよね。この後ろもそうですけどね。お風呂に入ってるっぽいシーンと、学校の図書館かなんかをバックにしてるシーンと、なんか自宅っぽいところでくつろいでるシーンですよね。おそらくですけども、軽音とかみたいにですね、いわゆる魔法とか使いませんよという日常的な、もののストーリーなのかなと。軽音も日常的か非日常かというと、まあ日常ですよね。非日常ではないですよね。その超能力とか使いませんからね。まあそういう感じで、この男女4人が繰り出す、まあラブストーリーなんでしょうかねっていう感じなのかなと思います。で、この評価、氷の、歌詞っていうのがちょっと推測がつかないですね。横文字が多い中ですね、漢字ですからね。あとなんか推測できないかな。わかんないけど、多分こういうシーンってなんかで、まあ、エヴァンゲリオンとかでもありますけど、たまたまなんか、ね、何かのきっかけで、こういう感じで接近してしまわざるを得ないみたいな、不可抗力で、みたいな。で、ああっていうね、感じがある。だからまあ、恋愛ものかなですね。わかんない。はい、勝手な推測をしてしまいましたけど、ウエハース、こんな感じですね。はい、ありがとうございました。ということで、今日ご紹介したのは、なかなかね、自分でいろいろね、推測するのが自分のね、脳内グーグルがですね、くるくるっと回ってですね、なんか楽しかったですね、勝手に。はい、ありがとうございます。ということで、こちら、この読み方すらわかんないですね、評価ですかね、のウェハースでございました。ありがとうございます。